しよう、盗み聞きは良くない。だけど、揉め事だったら仲裁しないと。やめろー。何言ってるんだ、手を離せ。声がとてもうるさい。誰、子供相手に何言ってるんだ、手を。リクとの試合、俺よりも遅いよね、小さい体なのに。君が手を離しないよ。すごく弱いね。よく鬼殺隊に入れたな。なんか、その箱、変な感じがする。鬼の気配かな。何が入ってるの？それ取られた。大丈夫、離せよ。目が回っているだろ、危ないよ。あっち行け。誰にも影を落とさない。拷問されたって絶対に。これはもう次で壊れる。拷問の訓練受けてるの？大人だってほとんど耐えられないのに君は無理だよ。どう超えて頭が悪い子みたいだね。壊れるから何？また作ったら。君がそうやってくだらないことをグダ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 言ってる間に何人死ぬと思っているわけ？柱の邪魔をするっていうのはそういうことだよ。柱の時間と君たちの時間は全く価値が違う。少し考えればわかるよね。刀鍛冶は戦えない。人の命を救えない。武器を作るしか能がないから。ほら、鍵。自分の立場をわきまえて行動しないよ。赤ん坊じゃないんだから。何してるの？何かこう、すごく嫌。なんだろう、配慮かな。配慮が欠けていて残酷です。この程度が残酷？君、正しいです。あなたの言ってることは概ね正しいんだろうけど、間違ってないんだろうけど、働かせは重要で大事な仕事です。剣士とは別のすごい技術を持った人だった。だって実際刀を打ってもらえなかったら俺たち何もできないですよね。剣士と刀鍛冶はお互いがお互いを必要としています。戦っているのはどちらも同じです。俺たちはそれぞれの場所で日々戦って。悪いけどくだらない話に付き合ってる暇ないんだよね。どうしよう、俺一人で下まで運べるかな。いや、俺が運ぶ。もう少しして起きなきゃ。まぶたがピカピカしました。こいつは起きる。じゃあ、大丈夫ですか？急に起きない方が。花塚ちゃんいた？え、今ここにいなかった？あ、いえ、いなかったんですよ。ピューピュー。そうか、気のせいか。あ、柱の人は？鍵を渡したので行ってしまいました。渡しちゃったのか。渡すしかない感じだったけど。あ、いや、事情もよくわからないわ。ごちゃごちゃ言うことじゃないけど。いえ、そんな、嬉しかったです。見ず知らずの俺をかばってくれてありがとうございました。いやいや、役に立てず。ここに立っていた人というか、あれはからくり人形です。からくり人形、さっきの人に連れて行かれました。鍵はあの人形を動かすために必要だったんです。大切な人形なんだね。でもどうしてそれを柱が？あれは特別なんです。あのカラクリ人形は人間を凌駕する力を持っていて108つの動きができます。戦闘訓練に利用できるんです。そのために。でも、あれはもう…あっ、さっきの人がもう…こっちへ行って。
俺がちゃんとやらなきゃいけないのに、刀にもからくりにも才能ないから。それであんなに。そうかそうか、あの人すごいな。俺とそんなに年も違わないのに、柱で才能があって。呼吸って始まりの呼吸の、あの子はそんなにすごい人なのか。でも火の呼吸じゃないんだね、使うの。しなきゃならない。君にできなくても君の子供や孫ならできるかもしれないだろう。俺は鬼滅寿司さんを倒したいと思っているけれど、鬼になった妹を助けたいと思っているけれど、志半ばで死ぬかもしれない。でも必ず誰かがやり遂げてくれると信じてる。俺たちが繋いでもらった命で上限の鬼を倒したように、俺たちが繋いだ命がいつか必ず鬼滅寿司を倒してくれるはずだから、一緒に頑張ろう。やったー、動いたね、コテツくん。
ですね、炭治郎さん。これで修行して、あの澄ました顔のクソガキよりも絶対に強くなってくださいね。全力で協力しますので。え、今からかな。早い段階で来る。